ど、それではこの表題の論文を、自然言語処理研究室の小川陽一郎が紹介させていただきます。この論文の概要です。この論文では、文法誤り訂正タスクに、ついて、研究されており、NMT のシステムを使った提案手法を提案しています。で、NMT の特有の問題である低頻度語問題が、誤り訂正にとってその致命的な問題になるんですが、それを取り扱うための2ステップのアプローチをこの論文では提案しています。で、この提案手法を用いて、これまでの SMT を使った誤り訂正システムのよりも、精度が向上したというふうな結論になります。まずその文法誤り訂正タスクですが、これは非ネイティブが作成した英語作文でのその文章の中にある文法上の誤りを訂正してあげるっていうふうなタスクになります。で、これまでの研究では SMT だったりルールベースのシステムが多く用いられて高いパフォーマンスを示していました。ですが、この論文では、新しい観点として NMT を使った誤り訂正タスクに、取り組みます。で、NMT の特徴としては、訓練データには見られないような誤りのパターンも学習して訂正できるっていうふうな特徴があります。で、その特徴があるので、大規模な学習者コーパスのアノデーションでは、カバーできないような誤りのパターンも NMT を使って訂正するしてあげることができると考えられます。ですが、NMT の特有の問題である低頻度語問題っていうのがあります。で、 NMT はそのシステムが複雑であるために、その訓練データの語彙サイズを制限する必要があるっていうふうな制限があって、そのためにその低頻度な単語は、普通の翻訳においてそのアンノーン記号に置き換えられてしまい、正しく翻訳できないっていうふうな問題がその機械翻訳の上で、あります。で、この問題は誤り訂正において、深刻な問題であり、その、非ネイティブが書いた作文の中には低頻語だけではなくてスペルミスのような普段、見られないすごい低頻度な語も含まれていて、そのようなそのスペルミスを、アンノーンに変えてしまって訂正できないというふうな問題が挙げられます。で、例えばこの下の、オリジナルセンテンスに、I am going って書きたいところですが、そのスペルミスでその合意群っていうふうに、誤ったスペルミスのある、オリジナルセンテンスを、NMT を使って翻訳しようとすると、真ん中のシステム真ん中の文でその合意群が、アンクっていう記号に置き換えられてしまって正しい訂正を行えていないっていうことがわかります。で、この問題に対して、この論文では、2ステップのアプローチを提案しています。で、最初のステップ1の処理では、まず普通に入力文を NMT のシステムに、入力してあげて、その出力文を、取り出してきます。先ほどの例と同じように、その入力文にそのスペルミスがあった場合、出力文にはアンノーン記号で、置き換えられて出力されます。で、その出力文と入力文の2つの文に対して、単語アライメントを取るっていうふうなことをします。
で単語アライメントっていうのはその入力文のある単語が出力文のどの単語に対応しているかっていうふうな、まあ、情報を与えてあげるっていうことで、この単語アライメントを取ることでその出力文中に出現する暗号記号が、元の入力文のどの単語だったかっていうものを、見つけ出すことができます。でこの文章の例だとその暗号になっている元の単語っていうのが合意群っていうことが、分かります。ここまでがステップ1の処理です。で、まあ、これに対してステップ2の処理では、事前にその単語レベルの翻訳モデルっていうものを、まあ、構築しておきます。で、先ほどの unknown の元の単語を見つけ出した後にその単語に対して元の単語に対して、正しい単語に、翻訳するっていうことをしてあげます。で、まあ、この単語レベルの翻訳モデルは次のページで説明しますが、これは NMT の、システムの後処理として、このモデルをくっつけてあげます。で、そうすることで、まあ、もしこの単語レベルの翻訳モデルが、合意群っていうものをGoing に訂正するっていう規則を学習していれば、unknown記号を、まあ、正しく Going に、置き換えてあげることが、可能になります。で、まあ、先ほど説明したこの単語レベルの翻訳モデルは、まあ、どうやって作るのかっていう話で、ここではその単語アライメントを取ってあげるツールとしてこの GIZA++ っていうものを使っています。まあ、これは一般的に SMT のシステムの中で使われているものです。で、この GIZA++ にその NMT の訓練とは別にこの GIZA++ に学習者コーパスを訓練させてあげます。そうすることで、その非ネイティブの書いた間違えた文とその修正文の、単語アライメントのデータを、取得します。で、まあ、例えばなんですけど、まあ、同じ例文で、この左が、学習者の書いた間違えた文で右が修正した文があるとして、これを訓練してあげると、まあ、単語のアライメントを取るので、I が、まあ、I に、まあ、翻訳されるで AM が AM に翻訳されるっていうふうにその単語ごとに単語ごとの対応を、取ってあげます。まあそれが単語アライメントデータっていうもので、まあ、普通のこの誤り訂正は同じ言語の2つの文を扱っているのでほとんどの単語は自分自身の単語として、アライメントされます。ですが、まあ、スペルミスだったり間違えているような単語は、正しい単語にアライメントされるためこの間違えた単語を正しい単語に、置き換えてあげるっていうふうな、アライメントデータを取得することができます。まあこのアライメントデータを用いて、先ほどのステップ2では、こういうふうに置換して訂正してあげることがしてあげるっていうふうな処理を行っています。で、まあ、このアライメントを取るときにこの media 読み方っていうのか分かんないですけど media っていう、まあ、普段はこの評価尺度として用いられているものなんですけどこれは、
語感や同義語や言い換えをも考慮してあげるっていうふうな特性があるもので、それをこの単語アライメントを取るときに適用させてあげることで、その単純な訓練データの中にある言い換えだけじゃなくて、その語感や同義語や言い換えも考慮した単語アライメントのデータも取得してあげます。で、実験です。今回の実験では、NMT を使うんですが、ターゲット側の語彙サイズを3万語彙に制限して、ソース側の語彙サイズを3万、5万、8万と変化させて実験を行いました。で、使用する学習者コーパスは、ケンブリッジランナーコーパスというものを使って、ソース側とターゲットの語彙は、このような数になっています。で、実験の評価として、その評価尺度を3つ使って実験をしました。で、1つはアイメジャーっていう評価尺度で、これはそのベースラインに対してシステムの性能がどのくらい改善されたかっていうふうなのを表す尺度で、2つ目の M2 スコアっていうのが、COMLL2014 のシェアドタスクに使用された評価尺度です。で、最後のブルーは、ブリューの派生の尺度で、人間の判断と良い相関を表すような評価尺度です。で、こちらが実験結果になります。で、まず、これが、ベースラインで SMT を使った訂正スコア、これがベースラインです。それに対して、まずその NMT だけを使った、訂正の精度っていうのがこのラインの数で、 SMT よりも精度が劣っていることが分かります。ただその NMT のシステムの後に、アンノン記号を、言い換えてあげるっていうふうな処理を加えてあげることで、ただ NMT を使ったシステムの精度より、精度が高くなっていることが分かります。で、その中でも NMT のソース側を3万語彙にしたときに、SMT のベースラインより精度が3つの評価尺度で高くなっていることが分かりました。で、また、NMT がうまくいった例文がこちらです。で、その間違えているオリジナルセンテンスの中で間違えている箇所が2つあって、で、2つ目のファミリーは、正解はファミリーズなんですが、これは SMT も NMT も正しく訂正しています。で、この最初のキットナップスっていうものを、訂正しようとするんですが、その SMT では、それ自体に置き換えてて訂正されてなくて、NMT だと正しく訂正されていることが分かりました。で、これは、訓練データ中に、確かにキットナップスとキットナッピングスっていう2つの単語は出てくるんですが、そのキットナップスからキットナッピングに、訂正する規則っていうものは、訂正するような並列文っていうのは存在していなかったために、その SMT だとフレーズテーブルにこのような変換規則が存在しないことになって、 SMT だとうまくいかないんですが、その NMT だと
そのこの2つの単語は訓練データに存在しているので、その細かい文脈の文脈的な規則から、正しい訂正を導くことに成功しているというふうな例でした。はい、まとめですと、NMT における文法誤り訂正タスクにおいて、この低頻度語問題に対処するアプローチを提案することで、それ NMT が文法誤り訂正にうまく適用できることを示しました。で、その結果 SMT の、State of the Art なスコアを上回るスコアを達成することができました。以上で発表を終わります。